26。小説家を殺害した犯人を暴け。ある小説家が殺害された。どうやら部屋の中でやってきた誰かに殺害されたらしい。容疑者として事件の日に彼の部屋に電話をしたという4名が挙げられた。1人は彼の担当編集者、1人は彼の友達の作家、1人は彼の別れた奥さん、1人は彼の実の弟。手がかりは留守番電話に残されていた4件のメッセージのみ。よく聞いて犯人が誰か推理してくれ。今日午後7時56分です。お世話になります。担当です。原稿の方いかがでしょうか。9時頃伺おうと思いますのでよろしくお願いします。今日午後8時31分です。ああ、僕です。仕事中かな。空いてるなら飲もうかと思ったんだけど、無理ならまた今度にしときみ。ごめん、いろいろ相談したいことあるんで付き合ってください。よろしく。今日午後8時32分です。私です。あなたいるんでしょ。分かっているんですよ。さっきもかけたんですから。私、今ね、あなたの部屋の前にいるのよ。出てきてくださる？まあいいわ。また来ますから。例のもの、用意しておいてくださいね。今日、午後、8時55分です。あ、兄さん、俺だけど、元気？この間の話なんだけど、どうしようかと思ってさ。結局、兄さんがいないと決められないんだし。近々そっちに行くから、また会おう。お袋が心配しているみたいだから、たまには電話してあげなね。さあ、犯人は誰かな？正解！そう、犯人は友達の作家だ。彼のメッセージに入っている焼き芋の音が1分後に入れられた元の奥さんからのメッセージにも入っているということは、彼が実はこの部屋にとても近いところから電話をかけているということだからな。音の大きさから考えると、彼は小説家の部屋の中、つまり事件現場にいた可能性が高くなる。そして彼のメッセージの中にあるドンドンというノックの音、別れた奥さんが部屋の外でドアを叩くこの音が聞こえることが
彼がその時部屋の中にいたという決定的な証拠になるんだ。おそらく最初の留守電を聞いてしまったことで焦ってアリバイを作り出そうとしたんだろうな。でもそれがかえってあだになっちまったってわけだ。からのメッセージを解け。高名な僧侶が何者かによって連れ去られた。直前に書かれたらしい手紙には謎の文面が。彼のメッセージを読み解くんだ。まだまだだな。ちょっと難しかったかな。密室の穴を見破れ。今から見せるのはある密室殺人が起こった現場の写真さ。しかしこの写真よく見るとおかしなところが一つある。写真をよく見ておかしなところはどこか答えてくれ。まだまだだな。ちょっと難しかったかな。まだまだだな。
ファイル9。指揮者を殺害した人物を暴け。聞き込みは探偵の基本中の基本だ。弦楽四重奏のコンサート中に突如15秒ほどの停電があった。明かりがついた時見えたのは胸を刺されて殺害された指揮者の男性の姿だった。犯人はステージにいた4人の演奏者のうちの誰かだ。4人の証言をよく聞けば誰が犯人かすぐにわかるはずだぜ。目の前が突然真っ暗になって演奏の手を止めました。指揮棒の動きが見えない以上音は出してはいけないんです。その後にうめき声と人が倒れる音が聞こえてきて驚いて思わず手から楽器を落としてしまうところだった。これはストラディバリといって非常に高価なものなんです。そりゃ演奏を中断されて頭には来たわよ。だけど停電はありえないことじゃないし、いつ治るのってくらいに思ってたわ。そしたらいきなりうめき声が聞こえて、まさかこんなことになるなんてね。胸に刺さってたナイフ、そんなもんに見覚えあるわけないだろう。それにあの程度の大きさのナイフなら女性にだって両手を使えば扱えるんじゃ。そういえば人のうめき声が聞こえた後にかすかだけどバイオリンの弦が擦れる音がしたな。バイオリンとビオラの音の違い？それくらいわかるさ。僕らは全員音楽のプロフェッショナルだからね。あの時暗闇の中で音を立てたのは A のストラディバリに間違いないよ。
ょっと難しかったかな。ファイル10、ヒントからスポーツ選手を推理せよ。スポーツ新聞の記者が朝ごはんの途中に殺害された。最近ある大物スポーツ選手のスキャンダルをつかんだと仲の良い友達に打ち明けた。その大物スポーツ選手とはプロ野球選手、プロサッカー選手、プロゴルファー、プロレスラーのうちのどれかであるらしい。スポーツ新聞の記者はヒントとしてテーブルの上にあった4つのものを指さした。次の4つのヒントをよく見てどのスポーツの選手かを推理してくれ。正解。オッケー。